まるまる当てたらいただきます。さあ始まりました、まるまる当てたらいただきます。早速クイズに挑戦していただく2人を紹介しましょう、うん、まずはクラッチくん。クラッチくん、いかがですか、クイズは得意ですか。大得意と俺に任せろと言ったはい、そして続いてはエンジェルスのナナカ。はい、ナナカです、よろしくお願いします。はい、さあ今回2人には様々な順位当てで対決をしていただくんですけれども、その舞台となるのがこちら。早速第1問いきたいと思います。こちらがかねたの牛タン工場直売店の人気メニュー10品なのですが、はい、この中から人気の1位2位3位を当ててください。お、クラッチくん早速書き始めてます。はい、こちらですね、1位から3位まで全て当てた方には1位の商品を心ゆくまで味わっていただきますよ。絶対に勝ちたい、やだ、クラッチくんには止めさせない。それでは回答をお願いします。ではフリップオープン。じゃじゃーん、まずクラッチくんからいきましょう。1位が、お、牛タン定食3枚9切れだね。そして2位が牛タン定食2枚6切れ、そして3位が牛タンネギ塩丼だそうです。いいね、いいね、はい、では、田中は、はい、1位が厚切り牛タン定食2枚6切れ、 2枚6切れ、2位が3枚9切れ、あ、クラッチくんとここが違いますね。で、3位が牛タンネギ塩丼ということでしたが、千葉さん、この中に正解はありますでしょうか。七日さんの、1位と2位が正解。すごい、美味しかった。はい、ということで七日は1位と2位見事正解。クラッチくんはね、はい、ちょっと1位と2位が逆だったということで3位だけ当てていきましょう。フリップオープン。じゃらーん。はい、じゃあまずクラッチくんの方から、はい、クラッチくんはネギ塩牛タン焼き飯定食が3位だと予想しております。はい、あ、違う、七日は牛タンステーキ定食3枚9切れの方を選びました。分かれました。千葉さん、正解をお願いします。正解は七日さんです。イエーイ。ということで、ナナカには1位の商品を心ゆくまで味わっていただきます。ダメ、私がダメ。はい、おめでとうございます。いただきます。噛めば噛むほど味がすごく出てきて、すごくジューシーだし、厚みもしっかりあって食べ応えバッチリです。千葉さん、この商品の特徴などあったらぜひ教えてください。あ、はい、熟成させた牛タンを使っているということと、備長炭の炭で、しっかり焼き上げておりまして、まあ、金額も、まあ、1200円ととても、リーズナブルな、商品となっています。すごい。それでは第2問いきたいと思います。はい、じゃじゃん、この中で人気トップ3はどれでしょうか。ということで、また1位から3位まで当てていただきます。難しそう。ちょっとさっぱりわからない。ちょっと大ヒントを、トップ3の中に、牛タンの冷凍の商品が含まれております。お、あ、やっぱり牛タンはランクインしているそうですが、ということで回答をオープンしていきましょう。フリップオープン。じゃらーん。じゃらーん。お、
クラチ君は商品で説明してくれるみたいですね。はい、まずクラチ君が考えた1位が熟成厚切り牛タン塩味10ミリ1キログラムが1位、そして2位が熟成厚切り牛タン塩味10ミリ250グラム、そして3位が牛タン入り青唐辛子南蛮味噌。それではナナカの回答をお願いします。はい、私1位に選んだのは熟成厚切り牛タン塩味の10ミリ500グラム、うん、で2位が1キログラム、うん、で3位がクラッチ君と同じで牛タン入り青唐辛子南蛮味噌を選びました。はい、はい、では千葉さん、この中の正解を教えてください。はい、正解は、クラッチ君の1位の商品です。おー、やったー、どんなクラッチ君の1位が正解です。1位は熟成厚切り牛タン塩味10ミリ1キログラムでした。1キロだ。それでは引き続き2位と3位の商品を当てていきましょう。はい、フリップオープン。やらーん。ではまずもう一度クラッチ君からいきますね。2位がミックスナッツ、おお、そして3位が熟成厚切り牛タン塩味10ミリの 250g。 じゃあ続いて七香回答をお願いします。はい、2位に選んだのは熟成厚切り牛タンステーキで、3位がミックスナッツにしました。さあ千葉さん、発表をお願いします。はい、七香さんパーフェクトです。やったまた7日の2位と3位が大正解でした。イエーイ、当たりました。ということで1位から3位すべて当てたら全部お持ち帰りできるということでしたが、千葉さんどうしましょう。それぞれ当てた順位のものをお持ち帰りということでどうでしょう。お、やった。の牛タン工場直売店の人気商品トップ3を当てていただきましたが、まずは七日いかがでしたか。はい、牛タンを食べたんですけど本当に美味しくて、しかもここは楽天モバイルパーク宮城から歩いて来れるので、今度はエンジェルスのメンバーみんなと一緒に行きたいです。はい、でもこの牛タンさ、いろんな人に食べてほしいよね。ね、お、うん、あ、楽天イーグルスの選手に贈り物しようかって、うん、すごいクラッチ君優しいじゃん。ぜひご利用ください。直売店の他にも EC サイトカネタショップでも、各種取り揃えております。ぜひご利用ください。いいね、ポチポチポチ、いろいろ商品見てみようね。はい、それでは丸々当てたらいただきます。こちらで失礼します。バイバイ。 バイバーイ。 YouTube YouTube 登録してね、楽しいイーグルスのチャンネルなんだよ。 YouTube YouTube 登録してね、素敵だよ。